では東山さん、はい、錦織さんに初めて会った時の第一印象は？錦は伝説の人だと思いました。それまで伝説の人でしたから、錦は。には聞いたことがあるんですけど、うん、歌って踊って芝居ができてバク転もできてっていう。ジャニーズ事務所の中で、うん、世が世ならトッシャンマッチ日記でしたね。よっちゃんが